森保監督さん、これ言われたら 100% 来ないでおなじみのあの言葉を言ってしまう。4日から欧州視察へ向かう予定で2週間ほど滞在後、カタールでの U23 アジア杯へ向かう。課外報道で代表から離れているミッドフィルダー伊藤純也の視察には今のところ予定はないですが、行けたら行こうと思っています。と含みを持たせた。これでたまに本当に来るやついてビビる。